植田倉庫流2008植田隆鹿流は、茶道流派の一つで、芸州朝野家の家老であった植田家に伝わる、武家茶道の一流、植田流とも。家元は、広島市西区にあり、暗号は、和風堂、財団法人として、植田流和風堂、同門組織として、和風会がある。東京演唱クラブという公演組織もあり、広島各地のほか、東京、ハノーバーに稽古場がある。 初代上田修家ははじめには長秀、後に秀吉の配下となり、武勇で知られる武将である。佐藤ははじめは千里宮、ついで、古田織部の門下であった。武人としてあまりに巧妙であるために、茶人としての逸話はあまり伝えられていないが、徳島城、名古屋城などの策定や、茶尺、茶碗など手作りの茶器に一品が多く、文武両芸に秀出た人であったと考えられる。 大阪夏の陣で一時竹や部に隠れていた檻に、美だけを見つけて、茶尺を削り始め、あまりに無心に削っているため敵兵が書いて怪しんで、逃げたという逸話があり、敵が暮れはこの時の茶尺と伝えられている。元那五年、朝の長が明に従って、広島藩に移って以来、広島の地で、維新や被爆を経て、現在に至る。武器作動の常として、左腰は、 刀の位置であるため、副差は右につけ、右膝上での所作が多い。また、被釈の扱いなどに直線的な所作を特徴とする。上田隆鹿流には男性と女性で手前の区別がはっきりしており、女性手前の方が三線家の基本の所作に近い。例えば被釈、蓋置け、懸水の運び出しは女性はすべてを懸水に仕組むが、 男性は懸垂に蓋をけを仕込んだ上で、秘釈は乗馬被釈と称して右手に持つ。茶巾の畳み方も女性は縦三つ横四つに裁くのに対して男性は斜めに裁く。茶人の正月とも言われるロビ開きにはおしるこが振る舞われるのが慣例となっている。また、利休と同時期の僧流であることから利休より織部が重要視される。 大名家における佐藤の常として、上田家においても家元自ら門下を指導することは、なく、野村家と中村家より、佐藤、安土師藩として、六百国を与えて、佐藤の役を務めさせた。しかし、戦後1955年に十七代、安土師藩、家家政道の没するをもって、安土師藩制度を廃止し、以後は家元が直接指導している。広中一郎、 小沢一郎の顧問弁護士。http コロンスラッシュスラッシュ ueda-soukoru.com 佐藤上田州下流公式ホームページ。ありがとうございます。